よく眠れたよかった私が調合した睡眠薬きちんと効いたみたいだね本当？私が添い寝した効果も大きい <laughs> そっかじゃあ今後も定期的に君と添い寝することにするね 何が悪いことなんて何もないでしょ私が好きでやってることなんだからそうだよ君と暮らせるのは魔法使いであるこの私だけ君の病気心身の不調それらを全部治せるのは 君の体を知り尽くした私だけだから実際医者なんて何の役にも立たなかったでしょだよねだから君は心置きなくここにいればいいのついでに君のことはこれからも私が養ってあげるから断らないよね 死にかけてた君を救ったのは私なんだよ。誰からも手を差し伸べてもらえない。かわいそうな君を救えるのは私だけだった。そうでしょ君は真面目すぎるんだよ。もっと私に甘えてくれていいんだよ。君にあれをしろ。 これをしろって教養してくる連中の言うことなんか耳を貸さなくていい。そんな野蛮な連中からは私が守ってあげるから。会社なんかに行かなくていい。友達からの連絡なんて無視しちゃえばいい。外の人間はみーんな。 君のことを苦しめてばかりなんだから。だよね。嫌なことは思い出したくないよね。私が君の嫌な思い出、全部食べてあげる。 今回ので、ほぼ全部かな。どうそっか。私との思い出でいっぱいなんだ。それは嬉しいな。んああ、今の魔法はね。レベルドレインって言って。 その人の嫌な記憶だったり、必要のない思い出を吸い上げるとっても便利な魔法なんだ。その代わり、君の知能指数は低下して、子供みたいな言動しか取れなくなるんだけど。でも別に問題ないよね。だってもう、君はこの部屋から出る必要はないもん。私と、 この屋敷のメイドさんにお世話されてればいいもんねうんうんいい子いい子よし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  <laughs> 君ってばこんなに幼くなっちゃってこれは本格的に私がいないと生きていけないね はいはいもちろんだよ私はどこにも行ったりしないずーっとここで君と一緒にいるつもりだよ魔法も全部君のために使うから君が一生幸せでいられる魔法をねさあ今日は何して過ごそっか ゲームでも映画でも漫画でも見たいものは何でもあるからそれとも庭で鬼ごっことかして遊ぶおままごともちろんいいよ君はどんな役がいいパートナーね了解じゃあ 私は君のパートナーだ。パートナーとして、君をきちんとリードしてあげないと。まずはお洋服、脱ぎ脱ぎしよっか。ん今からするのはね、とってもいいこと、かな。そう。 いいこと。パートナー同士なら絶対にする。楽しい遊びだよ。緊張する大丈夫。私が手取り足取り、教えてあげる。どこをどう動かせばいいのか、とかね。もちろん。 怖くないように魔法をかけながらするから私のこと信じてくれるありがとうそれじゃあおままごとの始まりだよ二人で目いっぱい楽しもうね